マスク生産の流れ。作業前に作業者が手を清潔消毒して防護服などを着用します。弊社のクリーニングに入って自動マスク機を見えます。最初の工程は水不織布とノーズバの原料をマスク機に置きます。次は水マスクをまとめて折り目して上下折り返す同時にノーズバ入れます。モールドの針金で点々を刺します。その後、規定のサイズによってマスクを切断してマスク本体が出来上がった。マスクの本体を順次に並べて熱溶着で耳紐を取り付けます。それで完全なマスクが出来上がります。その後、作業員は1回検品と検出を進めます。以上の生産過程で班長が各工程間で品質問題を重視しています。品質を厳しく管理します。1回検品した量子マスクが放送現場に送られます。放送現場で2回検品を進めます。耳紐を引っ張って強度などをチェックします。最後、料品を袋と小箱に入れて、段ボールを入れて入庫管理します。